タランナラン。意外とあっさり勝てたな。それに指揮を取っているのは広告の英雄タクトマイヤーズ司令官ですからね。あんまりこいつを乗せるな、アルモ。ま、タクトは少し調子に乗ってるくらいがちょうどいいか。言ってろ。どうした？何が起きた？そんな、嘘。ココ、落ち着いて報告しろ。はい、前方に、新たな敵艦隊出現しました。その数、100、200、とにかくとんでもない数です。敵艦、まだまだ増大中。そんな、ドライバーアウト反応も何もないなんて。バカな、そんなことありえるはず。タクト、どうなってんだいこいつは。何なんですの、あの艦隊は。戦えないことはないですけど、少しばかり損傷が残っていて万全じゃないです。すぐに修復します。ちょっとやそっと修復したぐらいじゃ落ち着きそうもないわね、あれには。来ます、敵艦隊一斉射撃、回避不能。みんなしっかり。被害状況は？機体によるダメージ、船の 75% にまで達しています。このままでは航行不能、いえ爆散の恐れすらあります。なんて威力だ、タクト。ファイターはピクリとも動かないわ。今の攻撃で完全にイカれちまった。ハッピートリガー行動不能。トリックマスターも行動不能ですわ。クロノストリングエンジン完全停止、再起動できません。ヘイローシステムも破損、シャープシューターの機能 32% にまで低下、なおも低下中。私たちどうしたらいいんですか？なんてこった、紋章機まで。了解。え、どうしたのアルモ。なんなのあれ。マイヤーズ司令、モニターを。わからん。だが様子がおかしい。周辺宙域に謎のエネルギー波確認、現在も増加中。一体何なのこれは。こんな数値ありえません。落ち着け、ここ。エネルギー波来ます。
タクト、タクト、大丈夫かい？汗びっしょりだよ。ずっとうなされていたし。夢？どんな？タクト、いいから。どんな夢見たのかは知らないけど大丈夫、私はここにいる。少しは落ち着いたかい？これぐらいお安いご用だよ。そんなこと気にしてたのかい？バカだね。私がタクトにとって安心して背中を預けられる場所であること、そうあり続けること、それが私にとっての喜びでもあるんだよ。いつまでそこにいるつもりだ、タクト。もうとっくに休憩時間は終わりだ。さっさとブリッジに戻れ。そんな寂しそうな顔しないの。ほら、頑張って行っておいで、司令官殿。お、今回は随分早いな、タクト。いつもこの調子なら俺の苦労ももう少し減るんだがな。ん？どうし、おい、やめろ。こら、抱きつくな。離せ。やめろ、タクト。マイヤーズ司令がクールダラス副司令に抱きついてる。前々から怪しいと思っていたんですけど、やっぱりお二人って。おい、やっぱりってなんだ、やっぱりって。だから、おい、二人揃って変な勘違いをするんじゃない。タクト、冗談も大概にしないと俺も本気で怒るぞ。ああ、ここ、私も耐えられない。大変です、マイヤーズ司令、クールダラス副司令。アルモがすっかり人間不信に陥ってます。信じられない。シクシク。だから俺が一体何をした。いい加減にしろ、タクト。これ以上バカをする気なら俺にも考えがある。
何の冗談だ。バカバカしい。なんでたかだか夢で男に抱きつかれなきゃいけないんだ。お前よりはマシだ。断固としてご遠慮します。徹底的に右に同じ。あらあら、ごちそうさまです。お前はフォルテにまでそんなことをしたのか。いらん、めんどくさい。しょぼーん。でも副司令が言うとかっこいいかも。これがマイヤーズ司令だったら負け惜しみに聞こえますけど。お前との付き合いが長くなってきたっていう証拠だろ。一応言っておくが、二人とも公の場では公私の区別をつけるんだぞ。はい、わかってます。それはともかく、夢に出てきた艦隊が調査隊からの映像にあった船とまるっきり同じっていうのはちょっとリアルですよね。そうね、なんか少し怖いかも。それなのに夢の中では同じ船だなんてはっきりとわかるからなお怖いんじゃないですか。おいおい、お前たちもあまり真剣に受け取るな。所詮夢の話だ。そうだな、夢にまで見るほどお前が気にしてくれているのなら詰め込んだ甲斐があるってもんだ。で、冗談はともかく、どうなんだ。もうすぐ外縁整形だ。副司令官としてはそろそろお前の考えを聞かせてほしいと思ってな。この一件どう見る。気にするな。ただ突然銃のエネルギー残量を確かめたくなっただけだ。誰のせいだ。まったく、お前ってやつは少しは真面目に考える気がないのか。ん？
マイヤーズ司令。タクト、お前。おいおい。今のところは？安心したよ。まんざら何も考えてないってわけじゃなさそうだな。わかった。その気休めに俺も乗ってやる。俺だって別に何か起こってほしいわけじゃないんだからな。どうした？整形外より何者かの侵入を確認。本館に向けて接近中です。なんだって？分析急げ。了解。おい、俺のせいか？分析終了。モニターに出します。照合した結果、調査艦隊より送られてきた映像と合致しました。これって。まったく。こうして鮮明な画像で見ると、嫌でもよくわかるもんだ。トランスバールには存在しない。あの独特のフォルムは決して見間違いはしない。できれば二度と見たくはなかったかな。バル・ファスク。ソイン、第一戦闘配備に移行せよ。登場を確認しました。バルファスク、意外に早かったですわね。また戦いが始まるのですね。ついにお出ましか。今度のは今までよりもちょいと厳しい戦いになるかもしれないね。それでも私たちは負けるわけにはいきません。このトランスバール公国を守らなければ。そうそう、それにこっちはたっぷり休養とってコンディション万全なんだから。タクトさん、任せてください。私たち絶対に勝ってみせます。了解。これが現在の状況だ。エルシオールの現在位置はここだ。敵艦隊の配置はこうなった。タクト、どうする？確かにな。考えられるとすれば俺たちの戦力を探りに来たってところか。待ってください、マイヤーズ司令。救難信号です。本艦に救助を求めている船があります。
もう何なのよ突然。こんな返球で救助の要請とはちょっと妙ね。もうやらせてる。まったく、バルファスクを前にしてなんてこった。悪かったな。俺はお前ほどずぶとい神経をしてるわけじゃないんだよ。すまん、少し取り乱した。救難信号の発信元モニターに出します。所属、戦績、ともに不明。トランスバールのデータベースに存在しない船です。トランスバールの船でないならバルファスクだ。そこまでは。何分我々はあまりにも情報が不足してますから。おい、何をそんなにあっさりと。確かに少しばかり動きが硬いな。ってことは、つまり本来の任務はあの船の追跡であって、これは単なる不運な遭遇ってことか。敵の敵は味方とは限らないぞ。それに罠という可能性も捨てきれない。そこまで持ち上げられちゃ期待に応えないわけにはいかないね。お任せください。何か不穏な空気を察知したらすぐにお知らせしますわ。人命は大事です。もうどっちでもいいから早く決めてよ。いつまでここで待機してればいいわけ。落ち着いてください、ランファ先輩。大丈夫ですよ、私たち頑張りますから。わかったよ。なら手早く作戦を立て直した。タクト、基本の行動案を出してくれ。攻撃は最大の防御。悪くないんじゃないの、それ。電撃作戦ってやつだね。私は好きだね、そういうのは。ヘイは拙速を聞く。さすがはタクトさんです。わかった。了解しました。
もう一度作戦内容を確認するか。